KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、待ってた方多いんじゃないでしょうか。スズキの新型スイフトをご紹介しようと思います。これ4世代目になるんですけれどもね、今回はいろんなところ新しくガラッと変わってますから、注目の1台です。ではまずボディサイズからいきましょう。全長が3860、全幅が1695、全高が1500というですね、まあ言ってみれば5ナンバーサイズのサイズ感ですよね。まあザ・コンパクトカー、もう皆さんが一番使いやすい、昔ながらの日本の道にぴったり合った、そんなサイズの1台かなというふうに思います。でこれ色がね、クールイエローメタリックに、ガンメタのねツートンなんですけれども、おしゃれですよね。あのね、鈴木さんってあのモーターショーなんかでもね、コンセプトカーが一番実はかっこよかったりして、即ねデザイン力高いんですよね。でこれあの4世代目ですけれども、パッと見てね、やっぱスイフトだというふうに分かるデザインはしていますが、結構変わっています。で今回はね、ここがこうラウンドしてるでしょ、ボンネットのところ、このラウンドしてるのがずっとここまでずっと続いてる、こういう一体感、こういう形ね。はい、まあなんだろう、止まっててもこう風が走り抜ける躍動感といいますかね。やっぱりスイフトっていうと、あのスイフトスポーツだけじゃなくて普通のスイフトも的確に思った通り操れる性格を持っているっていうのがすごいポイントになると思いますので、そこを表現したデザインになっています。で機能性もすごい上がっていて、このヘッドランプなんですけれども、全車 LED が標準装備です。でこれフォグランプついてます。これはまあグレードによってついてるついてないありますが、これも標準装備になっています。でこのね、 L 字型がすごくなんだろうな、割とシャープな、そんなイメージですよね。でとにかくこの色がおしゃれだなと私は思っております。で横の方に来ていただきますと、タイヤはですね、これはサイズが1855516ということで、まあ今のコンパクトカーだったらまあ、16インチ普通かなと思います。でこれマイルドハイブリッドになってますね。で今回は CVT とマニュアルがあるんですけど、両方ともマイルドハイブリッドのエンジンも用意がされております。そのあたりはまた後で詳しく説明しますね。でリアは1855516ということになっています。で後ろの、コンビランプ、これもですね LED になっているので、非常にですね低燃費、あの LED ってやっぱ電力消費が少ないので燃費にも貢献してくれるんですけれども、あと鮮やかさっていうのもありますよね。では開けてみましょう。このちなみにここから地上高の高さは705ミリだったかな。はい。でねスイフトはね、ここがちょっと高いのがポイントです。実はでここなんで高いかっていうとね、確かに荷物ずるって入れるんだったらここフラットの方がいいんだけど、ボディ構成が圧倒的に上がるんですよ。でやっぱりねスイフトはヨーロッパで走らせても、走り皆さんが満足していただけるような車作りをずっと歴代やってきています。特に2世代目からはすごくやってきているので、ここのね壁がしっかり高いんですね。安全性も高いと思いますよ、やっぱりね、きちんと運転できますし。でこの下はですね、まあ、パンク修理キットなどなど入っている感じで、まあ、ちょっとした、ね、ものは入れられるようになってます。で深さが結構あるので意外と荷室スペースあるように感じるな。荷室容量ですね、まあ、ここまでの高さでカタログスペック的には表現するので265リッターですが、この開口幅がね1155もあるんですよ。そしてここは675もあるので、このサイズにしてはかなり詰める方だと思います。でねここにねフックがあるので、ここにもねライトがあるので、まあコンパクトながらですね、こういった作業性も考えられてますね。でさらにちょっとここ倒してみましょうかね。いいよ。はい。後部座席はこう6対4分割で倒れるんですが、まあ倒すとね段差はあるけれど、結構というかかなり荷物入ると思います。では乗ってみたいと思います。スッとね手が届く感じのね、わかりやすい感じ。結構開口部広いですね。では行きますよ。1,2,3,4,5,6,25.5ホギぐらいな感じでございましたね。はい。で吊り下げすぎのペダルではあるんですが、一番上まで上げても、はい、私もちゃんとペダル踏めます。アクセルペダルがねちょっと寝かされてるからすごいね踏みやすい。で
チルトとテレスコがついています。でここにするとね、もうボンネットだいたい見えるよっていう感じ。まあワイパーがね上に出てるの、あれがもうちょい引っ込んだら、まあでも引っ込まなくてもいいかなぐらい見えています。でここね高いからどうかなと思ったんだけど、私ここまでポジション、上げて撮ればですね、この上からまだボンネット見えるんですよ。だから視界の確保は結構かなりいいなっていうイメージですね。でこちら側のあたりをちょっとご紹介しておきますと、このあたりはまあ横滑り防止装置とか、あとあの車線逸脱警報とか衝突被害軽減ブレーキとか、そういったもののオンオフボタンだったりカメラの切り替えだったり、アイドリングストップオフだったりソナーのオフだったり、まあ、そういったものがついています。でここねハンドル握ってるとあまり見えないけど、そんなにオフするボタンじゃないから、それをここへ持ってきてるのは賢いかなと。でそれよりはここね、このステアリングスイッチに、ここにアダプティブクルーズコントロールとかオーディオ系とか、あとお電話系とか、あとこう車線のやつね、こういうの持ってきていて、でパドルシフトがついていてと、まああの限られた中にキュッといろいろ機能を収めてるなっていうのがよくわかります。でメーターはね見えるかな、はい、針のタイプなので、真ん中にディスプレイがあっていろんな表示をしてくれるタイプになっています。あとは音っていうか声でもいろいろお知らせしてくれます。今電源が入ったままですって言ってましたよね。あのアクセサリーオンだよとか言われてもちょっと分かりにくい方のために、電源が入ったままです、すごい分かりやすくお知らせしてくれるカラー液晶ディスプレイと声がついております。ではですね、勝さんにポジションを取ってもらっている間にこのあたり説明していきましょう。後ろもですね、この幾何学模様のシートと、あとドアトリムのところも、こちらは色はねブラックになりますが、同じく幾何学模様が入っております。でボトルホルダーは左右にあるので、後ろの人も、しっかり座れるんじゃないかな。私が座った感じはクッション性いいんですけど、まあちょっとね勝さんの後ろだと私全然まあいつも世のように広いので、実際勝さんにねちょっと座ってもらおうと思います。はい、というわけで身長 175.5cm の勝さんのドライビングポジションで 175.5cm の勝さんに座っていただいております。で勝さんは思ってたよりも足元ちゃんとしっかり座れるそうです。で広々ではないけれども、シートもしっかりしているので、これだったら浜松までは行けるというお言葉をいただきました。コンパクトカーだからって舐めてかかるとちゃんと座れるよっていう感じだったみたいですよ。では運転席周り見ていきましょう。今回はねこの幾何学模様、これがポイントになってます。ここもそのドアトリムもそうなんですけど、これねしっかりねデコボコがちょっとついてるんですよね。でシートもまあちょっと違った感じの幾何学模様で、非常にねなんだろう、クールでおしゃれな感じに仕上がってるなというふうに私思いました。で今回はシートの形状も新しくなっていて、非常にホールド性を考えられてるのがポイントですね。全体的にですね、インパネがちょっとこうドライバーオリエンテッドって BMW みたいですけど、ちょっとドライバー側に傾けられているのも特徴です。でちょっと見やすいようにちょっとオンにしてみようかな。ここに9インチのね大きめの画面があります。で非常にですね、まあ鮮やか、今ぐるっとカメラで車の周り一周映してくれてますけど、発進する前にね猫ちゃんなんかが実はしゃがんでないかみたいのがこれで分かっていいですよね。はい、上から見た絵も、出してくれます。で今回はスマートフォンもつながりますんですけれども、いわゆる、スマホつなげていろんなこと見るだけじゃなくて、もっとねあのスマホと車の情報っていうんですか、いろいろやり取りができるようになっているのもポイントになっています。で、まあここに吹き出し口があって、ここにはハザードボタン独立、エアコン関係、そしてここにはですね USB の A と C がありますね。でここにも別に A があって、そしてここにはアクセサリーソケットもあって、置くだけ充電もあると、最近ね電気皆さんたくさん使いますから、そういうものはきちんと用意されています。でカップホルダーがあって、で、これは CVT モデルですけど、 CVT も今回ね新しいものになってるんですよ。で、電動パーキングブレーキで、ホールド機能もついているので、まあ踏切なんかでちょっと長く止まるなんていう時も安心感があっていいですよね。そして、シートヒーターとかも、ついてますし、ここにも物入れで、後ろの人の、カップホルダーも、一つですけれどもあります。で大きな鏡、ライトはここついてないのはね、ここにね
ライトがついてたらもう言うことなしなんだけど、それはちょっとなかったな。ただね、ここに今 SOS ってボタンがありますけれども、今回そういう安全性能もすごくこだわっていて、アダプティブクルーズコントロールとかもすごい進化してますし、その時のハンドル制御も入りましたし、あとねドライバーモニターも実はここについてんの、カメラだから。ちょっと眠そうだよこの人とか、脇見しないでねとか、そういうのも車が教えてくれます。で、いろいろこの車からの情報が、光とか音アラームとか、まあそういう音だけじゃなくて音声でもちゃんと言ってくれるのね。そろそろガソリンないですよ的な。だからすごくね、あの車そんな得意じゃないんだよねっていう方にも親切設計されてるのがいいですね。ではエンジンルームこちらになります。直列3気筒の 1.2 リッターエンジンですね。スペック的には82馬力の108ニュートンメーターというトルクなんですが、マイルドハイブリッドがついている、そういったモデルになっています。今回は、CVT もマニュアルもマイルドハイブリッドがつきました。さて走り始めました。あのね、見た目通りのかなりスポーティーな感じですね。ボディはすごいしっかり感ちゃんとあります。そしてエンジン、これ今回新しいエンジンなんですね。でどちらかというと、効率を上げて燃費を考慮したというエンジンなんですが、パワーもすごいある。あの 1.2 リッターの NA エンジンとは思えないぐらい、スズキのエンジンって力強いんですよね。非常にパワーがあります。で今回 CVT も新開発なんですね。で、なんて言えばいいかな、いろいろこうフリクションっていうか衝撃とかそういうものをまあなくして、で燃費も良くしたという、そういったトランスミッションなんですけれども、これもね、やっぱりこうエンジンとのマッチングの効率がいいから、これだけパワーがねうまく出てるんだと思います。でマニュアルはね5速マニュアルあるってことなんで、今後ね、また候補車ができたらですね、 K-Tube で、ご紹介したいと思っております。でハンドリングもねかなりスポーティーを思った通りにこうスッと操れて、でね、ステアフィールもそんなに重くないから、なんだろう、普通に乗りやすい。運転が逆にそんなに得意じゃないんだよっていう方も、運転が上手くなった気持ちでこう思ったように走れる、そういったねこうサポートをしてくれる、力もあれば、腕がある人はもう思った通りに操れる、そんな車に仕上がっています。ただねちょっと乗り心地は割とねこうキュッと締まったスポーティーな感じで、ちょい硬いかなっていうふうに私思ってるんですけれども、スイフトスポーツもその後出るか出ないかまだ発表されてませんが、もうこれスイフトスポーツでもいいんじゃねっていうぐらいね、結構しっかりした足回りに仕上がってるので、今ねこれワインディングロード走ってる分には非常に楽しいんですが、路面があんまり良くないところだとちょっと硬いかなって感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。でもねシートのねホールド線も今回ね新しい設計でということで非常に高いので、スポーティーな走りをしても体があんまりずれなくて、本当にね目線がねぶれない分余計思った通り操れる、そんな一台に仕上がっています。よくね走りがいい走りがいいっていうと、とにかくねスポーティーで早く走るぞっていう風に思われがちなんですが、それよりはまあパワーもあるからね、速いも速いんだけど思った通りに操れる、そういった性能が非常に高いので、どんな方にも運転しやすく本当に仕上がってるなっていう風に思います。で視界もねこのね A ピラーの付け根とかスピーカーも入ってて太いからどうなのかなって思ったんですけど、意外といいのよ。でねほんとクッと曲がってくれるから、今みたいな交差点でも切り遅れが少ないんですよね。だから意外と日常の中で本当に運転力を高めてくれる車に仕上げてきたなという感じです。でまあ、センサーとかねそういうのもいっぱいついていて、今回安全装備もめちゃめちゃ高まってますけれども、実際こうパッと見ての視界とか自分で操れる力とかそういうのが高いので、結局一番そこが安全性能の高いポイントかなと私なんか思いますのでね、非常にいいかなと思いますよ。で今回ね安全性能で視界って今言いましたけど、この LED のヘッドライトって
ハイビームにしておいて前の車が対向車がいるよとか、そういうこう周りに迷惑をかけるところだけ暗くしてくれる、いわゆるあの昔のマトリックスタイプの LED ヘッドライト的な感じのねものが採用されているので、そういった意味でもとても良いかなと。では、でも本当にこうライントレース性めちゃめちゃ高いな。どうしてもね、特にあのなんだろう、まあ性別で言うのは良くないですけれども、非力な女性の方、意外とやっぱハンドル切り遅れる方が多いんですよね。でも皆さん意外とスピードは落とさないでコーナー入っていかれる方が多いので、ちょっと大回りしちゃったりっていう方が、まあ、ドライビングスクールなんかで見てると多いように見受けられるんですけれども、クッと入ってくれるので、そういう方がね本当に上手に運転できると感じていただけるんじゃないかなと思います。ぜひそういう方にもお勧めしたい。だからこう運転苦手な方から運転得意な方まで、お勧めできる、そんな一台かなと思います。ちょっとあと気になるのは乗り心地かな、まあ、ちょっとこうタイヤのあれもあるのかななんていうふうに思います。タイヤちょっと変えたら良くなるのかもしれないな、はい。でもあとね、スイフトスポーツ出るか出ないかわからないですけども、そこも楽しみですし、デザイン的にもスタイリッシュなので、なんかねどんどんこうもっと遠くへお出かけしたくなるような、一台に仕上がってると思います。室内も広いので皆さんこう待ってね、室内も広いですし、あの最近ねこういった装備って軽自動車の方がすごく良くて、コンパクトカーって意外とあんまりついてないよねとか言われたりしますけれども、今度のスイフトはそういう意味でも装備でも軽自動車に負けてないと思います。なので、空間のスペースは軽自動車よりもちろん広いですし、5人ね、乗りなので、いざという時は5人も乗れますし、まあいろんな意味で満足度の高い一台かなと思いました。あとはスイスポはどうなるかちょっと楽しみですね。というわけで今日のドライブいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またね。はい、新型スイフトの発売を記念しまして、皆様にプレゼント企画やっちゃいます。このスイフトのミニカーをじゃーん、8名様にプレゼントです。ぜひですね、どしどしですね、ご応募いただければと思います。その際には、K チューブに対する愛のあるコメントもお待ちしております。